さあ、そろそろ用意ができましたら、今日のゲームをハイライトで振り返ってみることにいたしましょう。ということで、先発はその来日初登板のセガラ、その勝ち上がりなんですが、まあ守備が助けましたよね。そうですね、この今宮選手の2つのプレーですよね、これでまた乗っていけましたよね。はい、セガラ本人もそのあたりを、まあ、ヒーローインタビューで言ってました。三者凡退、銀次は見逃し三振に終わりました。さあ、一方のホークス戦、相性のいいイーグルス先発ダグワースなんですが、先頭の中村にこれホームラン打たれるんですよね。思い切ってね、パリに行きましたからね、はい、あの見事なホームランでしたよね。2回のセーラーのピッチングなんですが、この辺りは変化球、カーブが見事に決まってましたし、今日は特にね、低めの制球、松田投手選手がね、ちょっと少しバッティング崩してますよね。はい、そうですね。さあ、一方のダグワースの方なんですが、3回です。ツーアウト2塁から内川左中間を破るツーベースヒットが出ました。ホークス2点目が入ります。これからまあ3連打なんですが、見事な畳みかけでしたよね。これはね、あの4番柳田選手もね、コンパクトなスイングでね、しっかり打点を稼いで3点目が入りました。そして長谷川、新しいクリーンナップでね、こういう粘っこいね、バッティングっていうのはね、やっぱり相手にダメージを与えますよね。ですよね。さあ、4点をもらいましたオセゲラなんですが、ノーアウト1塁から銀次セカンドゴロダブルプレー、これは助かりましたよね。まあ、相手のね、鉄鋼に助けられたっていうのもあるんですけどね、やっぱりストライク先行できましたからね、フォアボールで崩れませんでしたからね。ジョーンズが、まあ、チームの初ヒットなんですが、その後マギー空振り三振で、ちょっとイーグルスはチグハグラ攻撃でしたよね。で、5回ツーアウト一塁三塁のピンチをオセゲラ、まあ、しかしここは岡島ショートゴロということでピンチをしのぎました。これも大きかったですよね。そうですね、はい、しっかりと5イニング投げてくれましたからね。6回ノーアウト一塁から銀次ライト前のヒット、ここでオセゲラは降板して2番手千賀にスイッチをするわけです。その千賀フォアボールで満塁ということで、しかしその後マギー三振、これマギー文句言ってましたよ。そうですね、まあそれだけ集中力持ってたんでしょうね、はい、そして森福にスイッチして増田空振り三振、松井はフルカウントからこの、はい、ここはね、森福投手のやっぱり気迫ですよね、はい、7回は4番手ファルケンボーグです。ツーアウト満塁ということなんですが、ジョーンズ空振り三振0点に抑えました。少しね、今日ファルケンボーグボタボタしたんですけどね、はい、4番手イーグルスは宮川なんですが、8回ノーアウト1塁から柳田セカンドゴロダブルプレー、その後1塁2塁となって福田はファーストゴロに倒れます。まあ、なかなかね、はい、ホークスも4回以降ね、点が取れなかったので苦しかったんですけどね、はい、で9回は五十嵐が登板で、ちょっと五十嵐も本来のピッチングではなかったんですが、ツーアウト1塁からジョーンズ空振り三振でゲームセットということになりまして、4対0オセゲラ来日初登板初勝利という今日のゲームでした。ということで、まあ3点を取った後ちょっとね、追加点がなかったのが一番の寂しさを覚えますけども、ヒット8本ずつで相手を0点に抑えたというこの意味は大きいと思います。